はいどうも、プレスの T です。今日は前回みたいに次に進んでいくんじゃなくて復習をやっていこうと思います。何の復習かっていうと基本文型の復習です。これまで第1文型から始めて第5文型までお話をしてきたんやけれどもそれのね、復習に一回時間を使っていこうかなと思ってます。じゃあ早速始めましょう。で基本文型の復習1っていうことで、まず最初に第1文型、これですね。第1文型は SV っていうのがあって、で後ろには基本的に M、前置詞句などが来るよというふうにお話をしましたと。でポイントは V は、移動とか、こっち赤で書いておこう、移動とか、存在を表すんだと。あとね、発話とか、そういうのもあったりとかするけれども、おおむねこの2つざっと押さえておけばいいでしょうと。具体的な例で見てみると、エミ go to the bookstore。これはどうなっているかっていうと、S があって V があるわけやけれども、この to の部分っていうのは、この to は後ろに名詞が来ているので前置詞句ですから、もうこの塊全体が M になっていると。こういう構造ですね。でどういう意味かっていうと、移動とかっていう意味で当てはめて考えてみると、エミは本屋さんに向かったと。それだけの話ですね。で次、第2文型。第2文型は SVC ですと。この C っていうのがポイントだったと。どうなるかっていうと、S イコール C の関係があるんだよと。これがポイントでしたよと。じゃあこれもまた具体例なんやけども、エミ got angry。これはさっきやったみたいに、ここ動詞にはなるんだけれども、第一文型でやった got 向かうだったらおかしいよね。エミが怒りに向かう。向かうっていうニュアンスはあるんだけれども、これはエミイコールアングリーっていう状態なわけですよね。それに今向かってると思ったら、なるわけですよ。エミイコールアングリー、つまりエミは怒ったと。それだけの話ですね。次、第3文型。第3文型は SVC ではなくて O ですよと。これのポイントっていうか、いろいろあるけれども、これについてはめっちゃ数が多いんですよね。SV、SVC、第1文型、第2文型に関しては、ある程度それを満たす動詞っていうのが、覚えておこうとかって言ってどっかに書いてあるかもしれないんだけれど、第3文型でさ、この第3文型を覚えておきましょうってあんま見ないよね。で、この第3文型を満たす動詞を全部覚えきろうっていうんだったら、こんな話を聞いてる場合じゃないね。多分外人さんでも英語が母語の人でも全部とかっていうと厳しいと思うぐらいだから、これは諦めましょうと。やっていく中で、勉強していく中で少しずつ数を増やしていけばいいかなというふうに思います。んでポイントはもう一個あって、第3文型と第1文型っていうところの違いで、この V の部分ね、動詞の部分で第3文型を取る動詞っていうのは他動詞ですよと。後ろに目的語が取れるやつですよと。第1文型を取る動詞っていうのは後ろに前置詞プラス何々とかがつくんで、これを自動詞って言うんだねと。それが一応1個のポイントではあるかな。でじゃあそれ具体例見ていくけど、エミ got the book。これはどういうことかっていうと、1番からの流れっていうので考えてもいいよね。本屋さんに行ったんですと。で本をゲットしたんですと。本を手に入れたと。そんだけの話なんやけれども、注意してほしいのは、ここ全部ゴッと使ってるけど、ゴッとゴッとゴッとでわざと統一してんだけどね、同じ単語でも意味合いが違ってくるっていうことですよね。だから一つの単語っていうのを考えた時に、どの意味を覚えたらいいんですかっていう風な質問がたまにあるんやけども、それを聞かれても困ると。もちろんある程度出やすい順番とかはあるんだけれども、状況によって意味が変わってくるんだから、きっちりとそのあたりのことを踏まえて抑えていく必要性があるよと、そういうことですね。まあ別に全部覚えろってわけじゃないけどね。はい、じゃあ次。で、基本文型の復習にっていうところで見ていくのが、第4文型ね。これは SVO1、O2 であると。ポイントは、人との関係が大事ですと。で、人との関係って何かっていう話なんやけども、まずこの O1 のところが人になって、O2 のところっていうのが物になるんだと。こういうふうに話をしたと思うんやけれども。ここで言う人ってのはこの人だね。この人と主語に入ってくるような人、まあ別に it とかの場合もあるけれども、これとの関係がすごく大事になってくるんだよと。じゃあ具体的に見てみるけども、I got Amy some flowers。で、これは Amy っていうのがまあ当然 O1。で、この some flowers っていうのが O2 ですよと。で、この O1 と O2 があって、まあ、エミのためにっていうのがカッコで入ってるわけだよね。エミにその花を手に入れてあげたと、そういう風な感じになるわけですよ。ね。で、この考える時に書き換えの問題があるという風に言ったのを覚えてるかな。何に書き換えれるか。こういう書き換えができると。サムフラワーズっていうのが前に来て、エミっていうのが後ろに来るんだと。で、この書き換えをしたらどうなるかっていうと、当然 for っていうのは、この for っていう部分は m になるので、第3文型に変わってしまうということなんやけど、この for を使うか to を使うかっていうのが一つポイントにありましたねと。この for を使うような場合っていうのは、相手が無理に目の前にいなくてもいいんだとか、バイとかも別にいいよね。別にだって自分のためにその花を摘んでくる、ゲットしても別にいいじゃない。ね。一方で、そうじゃない場合、例えば渡すとか、そういうふうな場合は to じゃないと、目の前にいないと渡しようがないよね。そういう時には to を使いますと。で、もう一個第4文型で大事なのは、単語のニュアンス、すごく大事だった。奪う系の動詞っていうのは一通り覚えておこうっていう話をしましたね。定義型とかっていうけど、これは持っていくわけだよ。相手から主語が O1 から何かを持っていく。お金だったり、時間だったり、命だったりって話をしたと思うけども、こういったニュアンスの単語っていうのは一通り覚えておく。あとは逆に与えるパターンなんで、そういうふうに覚えておけば楽だよねという話です。で、次に第5文型。第5文型は SVOC。ポイントは O イコール C であると。不定詞とか使う場合は O を S' に変え C を V' に変えると話が分かりやすいよね。っていうところもお話ししたと思います。例で見ると I got Amy to make dinner。こういう風な文章があると。少し長くなってしまっているんだけれども、O を赤で書いて C を青で書いてみると、エミが O で、この to make dinner っていう部分は不定詞の塊、不定詞句になっていますよと。つまりこれはエミ、まあ時制も合わせるとエミ made dinner、 こういう風な形になっている。エミが夕飯を作ったと。で、このI は何してんのかっていうと、私はエミに夕飯を作ってもらったと。こういうことが言いたい文章になってるわけですね。で、これは前回の動画の話だけども、この C にあたる部分っていうのは、まあ、いろんなパターンがあると。詳しいことはまた別にやりますけれどもって言ったところで、別に形容詞が来てないからおかしいとかそういう話ではないし、 to っていうのを見た瞬間に前置詞だろうと。そういう発想をしていてはダメですよということですね。しっかりと全体をよく見て考えましょうというところですかね。と、まあこんな感じでざっとまとめたんですけれども、まあ、詳しい内容はそれぞれの動画を見ると。で、まだ説明しない分は今後動画を上げていく予定です。はい、じゃあ今日はこんなところでまとめです。基礎があっての応用だと。みんなやっぱり難しい問題を解かなきゃいけないと、特に難関とかっていうのを受けたいと、今全然偏差値足りてないけど、まあ、難しいところを受けたいとかって思ってる人の頭の中にあるのはやっぱり難しいところだから、難しい問題が解けなきゃいけない、応用問題が解けなきゃいけないっていう風なのがあると思うんやけれども、それは一回置いておく。やっぱりね、成績がいい人っていうのこそこの基礎っていうのはこだわってるよね。根っこのところがきちんと分かってるから応用ができると。これまあみんな言ってるんだけれども、逆にこの応用だけやろうとしてる人っていうのは効率が悪いんだよ、すごく。だって基礎から考えれば応用していく時に少し考えただけで作れるっていうようなパターン、まあ、今回もいろいろ見てきたけども、それができるのに基礎を考えずに難しい問題だけやっておけばいいっていう風にやってると、これどうなるかっていうと全パターン丸暗記ってなるのね。英語で全部丸暗記、まあ、他の科目とかでもそうだけど、もう全部覚えたらいいとかって思ってる人、まあ、別にできるんだったらどうぞやってくださいって話なんだけど、僕はそういう暗記は嫌なんで、丸暗記したいとかっていうのはやりたくない人なので、だから基礎をしっかりやりましょうっていうのを徹底して言ってるわけですね。うん。だからもう私はもう全部暗記でいくっていう人はいいです。聞かなくていいです。ただ勉強を少しでも楽にしたいと思うんだったら、まあ、基礎っていうのに注目して話を進めてみるっていうのも一つの手かなと思います。まあ今日はこんなところで終わりですかね。はい。お疲れさんでした。さよなら。